1、2号です。本日も頑張ってまいりましょう。ミニオトマオさん、ありがとうございます。コッコリンのぐんぐんキャンペーン2019年、6月30日までの注文が対象です。ニワトリ、さらに1万円お買い上げごとに、ミクロン、コッコリンミクロンですね。2018、去年版ってことですね、製造版。一袋プレゼント、だから2万円で2袋、3万円で3袋ってことですね。浅田ケミカルとの関係は一切ありません。わら、サンプルお待ちしてますせんってことで、これ私ちょっと前にも言いましたけど、 Facebook でコッコリン友達になってるんですけど、出てましたね。これ実はAIさんからのコメントでは気づいたんですけど、あ、そうだ、見ればいいやと思って。でもAIさんなんかコメントが消えてるんですよね、2回書かれてて、だから消したのかなと。あとは最近流行りのなんか消されちゃって、高子さんじゃないですけど消えちゃって見れなくなってるのかなってところはありますね。こちらまさにこの最流ですね。通常1万円のところが7500円と、そして1万円ごとにこれですね、2008年版、はい、をプレゼント。これだいぶお買い得だって、2体普通買えば2万円のところ1万5000円じゃないですか、2体が5000円引きですよね。でこれ2000円しますんで7000円引きですからね、2体買えば最流安い。まあこういうキャンペーンできることもすごいと思うんですけど、こうやってやっていただけるのってすごいありがたいですよね。と思います。使う方にとっては、生産者にとっては。私どうしようかなと思ってるんですけど、3万円分ぐらい買っちゃおうかなと。そしたら4体です。1箱ですよね。4体。そうすれば、3つついてくるんですもんね。いや、これ欲しいな。3万円分か、ちょっと、キープしちゃおう。ただそう、予約でも OK らしいんで、6月30日までに予約っていう形で。で、数量限定ですんで、早いもん勝ちと。もう始まってますんで、4月1日から6月30日、3万円分。ですね。いや、これは3万円分。そっか。営業の方、私連絡先交換したんで、ちょっと予約しとこう。それかこの Facebook でもいいんでしょうね。Facebook に、のコッコリに3万円分再流4体よろしくお願いしますということで、はい、そんな形で。あとはですね、ぜひですね、まあ線虫で悩まれてる方とかいたらですね、使ってみてみるのもいいのかなと。もう線虫対策バッチリ入っちゃってる人はコッコリも入れちゃうとなんだかよく分かんなくなっちゃうかもしれないんで、まあそういった方もしおれ出したらこれ使ってみるとかですね。何せ私の補助で実績ができちゃったんで、しっかり線虫出てしおれても復活するっていうことが、私の動画見ていただければよく見ている、舐めるように見ていただいたことはよくわかってると思うんで、はい、ということですね。でミニトマオさんは、まあ内通者ではないと、内通者っていうか何ですかね、内部の人間ではないと、浅田ケミカルのお友達でしょうね。まあ、あとはここ、ニワトリピオじゃないですけど、ニワトリってところも、まあ、あれですね、縁があったんかなと、思ってます。ありがとうございました、ミニトマオさん。それから SBT さん、雪の被害は何もなかったと。ありがとうございます。じゃないですね。よかったです。そうそう、そうそうなんですよね。あれから、とりあえず、中野大地さん、被害の方からは被害っていう情報コメントでもいただいてないんでほっとしてますが、まだ晴れの天気が続いて氷が溶ければいいですけどね、雪が。油断できないですよね。そして代議は今もう GT2 なんですね。大丈夫かなと。無冠ハウスってことは自分みたいな雨よけでもいけますよね。いけると思います。はい、全然最適です。だから8月定食ですよね、次が。いけると思います。品種名に大病ってつけたってことは、今までの大病性品種より大病性が上がってるって感じがするので気になってます。ここが微妙なんでちょっと確認しておきます。 H さんに、常盤の H さんですね、かもう一方いるんで、
か、なんか私どうな、まあ想像、まあ同じような書き方してるんで、私あのアドミラル入れてたんですけど、抑制はと文章的には同じような書き方してるんで、この効果ですよね、効果の話です。時はの、はい、大病性品種、大病って入ってますからね、黒と白で、あの常盤にしては珍しく漢字っていう感じですね、うん、そう楽しみですよ。私も入れちゃおうかなと思ってるん で、 であと、まあ、こっちうちうちの情報なんですけど、最近ですね、あの苗の注文時期がすごい早まってて、早まってるっていうか、早く、例えば盆前とかに定食したいんであれば、もうほんと早くあの注文しないと、どん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 育苗会社が埋まってっちゃうらしいんで、早めに定食されたい方は要注意ですね。私も多分盆後になると思うんで、そんなに焦る必要はないのかなと思うんですけど、品種ももう効果と MT フェニックスって決まってるんで、で代議はどうしようかな、両方とも GT2 にしちゃおうかなとか、今までは昇竜ですけど、うん、どうしようかな、まあ別々に分ければいいのか、ハイパー昇竜、あれ抑制は普通の昇竜でよかった気がするんですけど、促成はハイパー昇竜で、時はの効果 GT2、うん、あとは大病性について、まあ最低でもアドミラル今までと同じぐらいっていうのがいいですよね。ちょっと実は弱くてとか言われちゃって、ちょっと悩んじゃいますよね。あとは節なり品種なんで、本当に水肥やし光とか絶やさないようにしないと、どんどん枯れてっちゃいますからね、流れちゃいますからね、うん、詳しい情報が分かれば8月に定食したいですと。はい、そうですね。それから高子さん、これは堆肥の話ですね。良い話を聞けました。堆肥、これはあれですね、ブロードファーム長野の英治さんの件ですね。勉強になりました。もう忘れそうですけど、忘れてますけど、で堆肥ありがとうございました。コロコロ堆肥発酵していたらサラサラか、腰痛いあのなんかですね、鶏ふん、これまあある会社の、あ、豚ふんを流浄にするっていう、まあ、これ多分機械ですよね、発酵させる。こういう多分元は茶色い、多分サラサラ、これ粒じゃないと思うんですよね。それをこの機械で水と水分調整か、発酵レーンで水分調整して発酵レーンに投入して攪拌すると、もうこんな色になって、1日で、翌日には、で温度が何度だこれ、あ、温度が80度近くまで上がってますね。で 3,4 回やると、 3,4 回攪拌して10日後か、一次発酵が完了しますと。そうするともうこの機械を使えばもう流浄になってるらしいですね。ちょっと多分特殊な攪拌の仕方をすれば流浄化しやすいのかなと、トンプン、普通にやれば流浄化しないと思うんですよね、私の感覚で言うと。だから長野英治さんもご自分でやられてると思うんですけど、それはサラサラになるっていう言われてましたからね。これ巻きやすいように流浄化させるためのなんかこういう機械なのかなと、うん、違うのかなと、水分調整でいけちゃうんですかね。まあそんな感じなってますね。なんか私が使ってた今までのトンプンっていうのは、みんなこういうなんか発酵過程で多分流浄になったやつなのかなと、うん、逆にペレットとかあれがそうか、あの未来プランの大地の天使、あれは前は粉で、そっか、懸垂車のバイオ軽素 SC も粉ですからね。あれ完全発酵が終わってて粉です。で未来プランの大地の天使も粉で、未来プランの方はペレットが巻きやすいようにしてるってことで、うん、ぜひ懸垂車のバイオ軽素 SC もペレットが値段据え置きでやってほしいですね。うん、未来プランだって大地の天使、あれすごい安いですよ。15キロで700円ぐらいでしたっけ、一体15キロ、うん、そう、すごい安いんで、
うん、はい、ってとこですね。それから高子さん、なんかおかしかったみたいですね。あれタブレット、うん、なんか高子さんあれですね、私の動画が再生できませんと出ますとか、出てきたと、だけど見れましたというところですね。何だったんでしょうね、なんか通信障害かなんかだったのかなっていうところなんですけど、ちょっと心配ですね。高尾さん携帯スマホで見てるんでしたっけ、タブレットでしたっけ、 PC でしたっけ、もしかしたら普通に携帯とかタブレットとかだと電波障害とかかもしれないですね。怖いですね。でもなんか今回の愛さんのコメントが消えてるのも気になりますし、ちょっとシステム不安定な感じがありますね、 YouTube。 それから銀スポさんですね、道路の雪は溶けましたと、ハウスの間はまだ雪が残ってますと、明日あたり全部溶けると思いますが、汗、地温は15度くらいですと。地温15度っていうのは、まあ、低いんですけど、もうでも今多分ハウスに多分トンネルとかもしてますよね。となるとやっぱりそのぐらいがやっとなのかなと思ったんですけど、15度って低いんですけど、でまあダメ押しの雪ってことで多分何度か下がっちゃったんだと思うんですけど、2度3度、早く溶けないとってとこですよね。あれもあの外から冷えてきますからね、外が冷えればどんどん内側もどんどん冷えていくと、日中まあ温めてマルチでしてあげれば上がりますけど、水分加えて、だから外が冷えちゃうともうどうにもならないというところですね、15度、うん。それからミッチーさんですね、こんばんは、こんばんは、牛糞ペレットコメリに頼んだら取り寄せてくれましたと、さらにたくさん注文をかけて常時店頭に在庫を置くとのことで、よかったですね。まあ、確かにあの売れるんちゃ、あと普段だから粉の牛糞使ってる方に関してはペレット置いとけばブレそうな気はしますよね。巻きやすいですからね、全然。アズミンも買ったので巻きますということで、アズミン、そう、また改めて私もまあアズミンなんですけど、そう、こういった資材で、これが何が私魅力的かっていうとですね、まあこれ腐食酸は約 50% 含んでますっていうことで、でやっぱりですね、魅力的なのはここですね、アズミン30から40キロ、ここアズミン30から台風1旦分の腐食酸に相当しますと、約 50% 含有で、なので1体から2体あ2体から5体かですよね、40キロからハウスとかだったら5体ってことですよね。でも2体3体でも3体3、4体ってことですよね。でただそった2段見てなかったんですけど、あの一時これヨウさんに教えてもらって、私も買う直前まで行ったんですけど、こちらにしたんですよねまあ付き合いあるんでってことで、 AG 不眠腐食酸で、これもこれ詳しいことをここ書いてないんですけど、あの 49% 腐食酸が含まれてると。ただこちら施肥量がほら10体から20体、全然違うんですよ。20キロ中腐食酸が 50% 含まれてるんで、アズミンであれば 2体から5体でいいのに、片や腐食酸が 49% ほぼ同等ですよね、含まれてるのに10体から20体って倍以上、ここは何なんだろうなと思ってるんですよね。だから値段、まあ、アズミの値段とちょっと値段比較してコストパフォーマンスのいい方を入れればいいんじゃないかと、まあこの、まあ、腐食酸についてなんですけど、これですね、巣作りおすすめという、あの肥沃な土壌 CEC 塩基飽和度って、これなんですよ、あの腐食酸を入れる理由っていうのがここですね。土壌を人間の体に例えると
CEC は胃袋の大きさ、要するに私の補充ってその腐食酸がそんな入っていないので、胃袋がなんていうんですかね、まあ小さいというか、で肥料っ気もそれなりにあるんで、それ以上その肥料を含めないと途中に、うん、なのでそのこの腐食酸 CC を広げることでもっと肥料をあの畑の中に蓄えることができるっていう、うん、そう、それでそのあれですよね、あの肥料不足等を防げるというところを意識して毎回毎作入れようとしてるんですけど、だから10体9体12体ですね、あそこに入れるとすれば屋根ごとに4体4体4体12体でも、まあ、値段も比較してアズミンの方が安ければ、アズミンだったら2体2体2体半分で済むってことですよね。うん、そう、あとはどうなの、まあ、原料とか違うんで効き方、うん、生育の仕方とかが変わってくる。だから試験的にシャタ農園はやります、半分ずつとか一屋根変えるとか、アズミ、うん、今回よあのエイジ踏み入れてるんで、まあ、交互に入れていくとか、胃袋を徐々にで、すぐにはこれは上がらないらしいので、入れ続けることがいいらしいので、腐食酸、はいですね、ちょっと考えてます、アズミなのかエイジ不眠なのかと。はい、それからタカコさんですね、格屋根丸屋根忙しいけど頑張って孫もいっぱい、これ孫枝ってことですね、孫づる、はい、これからますます忙しくなるのかなっていうところですね。でももう皆さんこの時期は忙しくなりますよね。もうちょっと後かな、私シャタ農園のYouTube 動画の傾向として4月末から5月中旬ぐらいまで本当視聴率が下がるんですよ。そう、皆さんやっぱ忙しいんだなって思う時期、もうずっと毎年そんな感じですね、忙しくて、はいですよね。感じ、皆さんもうじゃんじゃん箸やら何やら忙しい時期なのかなって思ってます。はい、私も本当にもう今日は5時起きでしたけど、もう4時半4時起きぐらいにしたいですね。そうすると遡ること6時間7時間前に寝ないといけないんで、まあ動画編集10時までって前回言いましたけど、もっと本当にで動画編集10時までやってすぐ寝れないじゃないですか。そっからぐだぐだ1時間1時間半は簡単にやっちゃうんで、だから最近なるべく、まあ、2時ぐらいには昼飯食い終わるんですけど、1時半からそんなちょっと仮眠取るようにしてます。そう、そんな感じですね。もう 夜睡眠不足なんで基本的に、はい、なのでちょっと体壊さないように43歳頑張っていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いします。最初はピッコピッコじゃんけんグー、じゃあまた。ピオさんこっちですよ